間がもうちょっと早かったらどっかまで期間散歩をやってみようかなとも思いましたけど、実はあの飯田線は駅間がそんなに長くないんですよね。で今回あの切符の都合で豊川方面に行ったらまずいんで、往復であの乗り出すのにね、あの豊川だとこの切符の利用が NG になっちゃうってことなんで、まあぶっちゃけ豊川からあの直接切符を買ったら1580円かかるんで、実はこれだったら800いくらなんで、全然あの一駅先どころか何駅も先は乗った方のか半額近くになるというもうわけのわからない価格設定ですけど、ちょっとカーブミラーとかも独特ですね。いやいやいや、いいですね。やはりお宮参りをすると心が研ぎ澄まされますね。私みたいなこの邪気にまみれまくった男でもあれですね。でちょっとあれですね、ご飯もそろそろお腹が空いてきましたし、今はね三河一宮の駅前だとちょっとあまり何もなさそうだったんで、ちょっと調べてみましょうか。さあってことでね、今さっきの交差点渡ってきましたけどね、やっぱねこっから30分ぐらいで隣の駅まで行けるみたいなんで、これもこのまま駅間散歩って形でね、ちょっと隣の駅まで行ってみようと思います。30分このままね国道沿いをずっと行ったらいいみたいですよ。新城までだとちょっとしんどいですね。さすがにちょっと遠いなってことなんで、あ、やっぱこっちの門も立派ですね。あ、こんな国道沿いから立派な門があるんですね。これが一の鳥になってるのかな。立派だな本当に、すごいですね。でコミュニティバスも走ってるんですね。豊川市一宮浄水場ってことでね、この辺りはだいぶ一宮やはり関連のやつが多いですね。そりゃそうです、だって一宮なんですからね。あ、こっちの奥にも駐車場があるんですね。多分やっぱ初詣の時期とかになったらすごい混むんでしょうね。うん。で、これが鳥羽神社前のバス停とここで。まあ、1時間に1本ちょいは確保されてるんですね。結構便利ですね。どこまで行くの？新城富永。新城駅の方までも行くんですね。本宮の湯、温泉もあるんだ。へえ、あ、いいな。ちょっと言うて暑いですからね、汗もかいてますから。あ、何があるんでしょうね。あ、いいな、温泉いいな。でも多分歩いていけるような距離ではなさそうですよね。よいしょ。ちょうどこの国道がそういうような感じで、さっきのね飯田線にそういうような感じで走ってますからね。よいしょ。こんなところも仕出し屋さんとかですね。あそこは特定局かな。特定は特定でも一般特定っぽいな。救済はやってなさそうな規模に見えますけど、どうなんだろう。これが三河一宮郵便局なんですね。おやおや、あ、この通り歩いてると一宮ゆかりのものがいっぱいあるじゃないですか。あ、ちょっとやっぱ終わり一宮郵便局と比べるとあれですね、少しこじんまりとした感はありますけど、でも立派な郵便局ですね。あ、でも集配施設ありそうだな。クールダウンできるやつを買いましょう。あ、本当だ。あ、やっぱ周波やってんだね。バイクとかあれはチョコ用のバイクもありましたし、じゃあ完全に普通局ですね。はい。フックマート
なんだこれは。もうファミマで買っとくかなと思ったけど、ちょっと気になるスーパーがありますね。これスーパーマーケットかな。信号が変わりそうですね。ちょっと寄ってみましょうか。すごいですね。アニマルは美容室かと思ったら、ドッグ用の美容室なんだな。はいはいはい。で、そんなおしゃれなものもありますが、あれですね、クックマート。初めて聞いた。ちょっと入ってみましょう。さあ、ということでね、寄ってきましたよ、クックマートさんってことでね、来ましたけど、いや、すごい、これはすごいぞ、いいスーパーを見つけました。まあ、正直、この手の小型スーパーでね、橋のところにあるところっていうと、まあちょっとね、品ぞろえもね、まあ、定番品がそこそこ並んどって、まあ、お値段もね、まあ、それコンビニとかで買うよりは安いですけど、まあね、やっぱ、金瀬とかね、いわゆる激安スーパーとかと比べるとちょっとお値段はねっていうところが多い中で、いや、とにかくここはね、価格もね、まあ安かった、うどんの玉もね、22円とかでしたし、精肉コーナーもね、全部国産でしたね。鶏も牛も豚も国産で定番品全部揃えとったんで、おお、すごい、国産でオンリーでやっとるんやな。で、ちゃんとお値段も国産だったらまあ十分いい、いい価格でね、豚のこまで118円とかでしたからね、ああ全然ありやんということだったんですけど、何よりもね、品ぞれが面白いでしたね。後でちょっとまとめたのを動画にしようと思いますけど、いや、ついて1500円分も買っちゃいましたよ。いや、後でちょっとまた商品はね、そこだけピョンと飛んでると思います、ね、こんな感じの商品がずっとありましたよということでね、はい、どうぞ。あ、はい、ってことでね、こんな感じでね、いろいろと美味しそうなものがあったんで、ついつい買っちゃいましたね。まずいな、これから尾張一宮まで行って、そこからまた桑名まで帰ってってしないといけないのに、まあ途中でちょっと食べれそうなとこあったら食べようかなと思いますけどね、どうかな。で、これで犬威格、違う、なんだこれ、なんて読むの、稲積み、十二方位がよく分かりやすい名前ですね。イノシシと根の時の間の方角、やや北側ってことで、ほぼほぼ根の真下の方ってことですね。ここまで漢字で方角を表すね、あれもなかなかないですね。で、もうちょっと歩いたらいいのかな、さっきのお宮の裏側みたいな意味合いですかね、戸賀神社の、うん、もうちょっとあるみたいですね。よし、頑張っていきましょう。